はい、お題オーディオ陽介さんでございます。オーディオのっぺらさすったらでございます。はい、じゃじゃーん、イエーイ。今日めっちゃギャラリーいるから、そう、あの公開収録みたいな感じになってますけど、本日のゲストをご紹介したいと思います。パナソニック株式会社テクニクスブランド事業推進室の、レンゼさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。拍手のさ、厚みが違うもんね。全然違います。数も違います、はい、ね。どういうことをやってらっしゃるの？テクニクス の、 そのターンテーブルでしたり、アンプでしたり、そういったものの商品の開発をまあしているのが商品開発部でして、なるほど。で、私はあの、去年の4月から先行開発の方にあの移りまして、なるほど。モーターの、要素でしたりとか、そういったものをあのグッと入り込んだ感じで、ね、奥の方にやってるってことです。なるほどな、はい。テクニクスの SL1200 の GR2 でございます。レンデさん、こちらは、はい、発表されたのが2023年の秋ぐらいだったっけ？そうですね、ですよね、秋ぐらいですよね。はい、はい、GR が非常に傑作だったじゃん、うん、はい、いやもう本当に大好評で多くねご販売させていただきましたよね。はい、で、うん、あとは SL1200 の G ですね。 G もね、はい、1個上のやつとか、うん、あとマーク7とか、1500C とか。 1500C は本当にすごかったですね。ですね、うん、もう軒並み大ヒットしていると、うん、でその状況の中で、うん、GR2 をさ、なんか聞かずにパンって買うとかさ、うん、で なかなかやっぱ買いづらいと思うんです、まあ、勇気いりますよね、うん、決してね安い買い物ではないですからね。ですよね、うん、でもパッと見、うん、別になんかそんなに外見がめっちゃ変わってるっていう感じでもないじゃないですか、うん、感じはしないですね。そうですよね、うん、だから皆さんも迷ってらっしゃる方が結構いるんじゃないかなと、うんうんうん、いうことなんですけど、うん、あの結論からお伺いしたいんですけど、珍しく、レンさん、これかなり変わってる。はい、おっしゃられる通り、うん、見た目はあんまり変わってないんですけれども、うん、中身はめちゃめちゃ変わってます。珍しく結論から言っちゃいますけど、うん、もう僕も、まあ、あのもちろん聞いてるし、はい、あのペガサスも聞いてるし、うん、おたよオーディオにもすでに置いてあります、うん、でも結論から言っても全く、はい、っていう、まあまあこっからは聞いて、で最後視聴して、もう YouTube でも分かると思います、うん、で、それはテクニックスさんも自信があるし、うん、僕らも確信があるから、前回の GR、うん、1200GR、うん、こちらに、ここに持ってきました、はい、で、2を隣に、うん、要は比較視聴をやりたいと思います、はい、テクニックスはですね、1970年から、まあ、世界初のダイレクトドライブターンテーブルでもやってまして、うん、はい、まあ、ブランクもちょっと挟みながら、もう50年以上、まあ、ダイレクトドライブのターンテーブルを、まあ、作り続けているということです、うん、で、まあ、今回は SL1200GR2 は第4世代というふうに言って、あの銘打ってます、まあ、どういうことかと言いますと、まずは、まあ、ダイレクトドライブターンテーブルが、モーターを搭載したターンテーブルが SP10から始まって、まあ、1970年代第1世代として誕生したというところ、うん、でそこから今度はクォーツロック、これ水晶発信機で正確な回転数を、ずっと出すことができるという、まあ、SP10M2 から始まった、うん、第2世代のターンテーブルというのがここに生まれました、はい、まあ、あの名機である SL1200M2 も第2世代のターンテーブルになります。なるほどですね、はい、はい、でこの後、まあ、テクニクスは1回ブランクを挟むんですけれども、うん、2016年に SL1200GAE で、うん、このコアレス DD モーターというものと、あとはまあデジタル制御の PWM 制御による、まあ、新しい形のターンテーブルというものを、まあ、世に出したわけです、うん、で今回 SL1200GR2 では音と、このデルタシグマドライブというものと、うん、あとは電源の強化というところで、うん、新世代のターンテーブルが出来上がりました。うわー、はい、ちょっと僕驚いたのが、はい、もうジェネレーションを区切るぐらい、はい、革新的な変化があると。あります、はい、確認なんですけど、第4世代の初めての製品っていうこと？そうです。おわい、第4世代で何が変わったのかと言いますと、うんうん、このまあ新モーター駆動技術ってありますデルタシグマドライブ、うん、でこれを今回搭載したというところです。なるほど。モーターの回転時に、まあ、わずかな回転ムラでしたり、うん、まあ、微振動というものを、これを低減するために、第4世代ではもう、あの私たちフルデジタルアンプで、うん、まあ、あのジェノエンジンとかそういったものやってますけれども、うんうんうん、そこで使っている高音質技術っていうものをターンテーブルに応用しまして、ほう、はい、新モーター駆動技術デルタシグマドライブというものを今回
開発しました。なるほど。モーターというものはですね、まあ、最近のブラシレスモーター、これもブラシレスモーターの一つなんですけれども、うん、まあ、あの PWM でもって、このような制限波を作ってあげて、それをモータードライバーに送るというのが、まあ、モーター駆動の、まあ、今のトレンドなんですけれども。なるほど、はい、このモーター駆動に、このデルタシグマ変調というものを今回入れてあげると、うん、このモーター駆動作るサイン波の、うん、あの誤差といいますか、はい、それがあの著しく減るんです、うん、でそれでより正確な制限波でもってこのモータードライバーを通して、まあ、あのモーターを動かす、うん、なるほど、はい、これが今回の一つの進化であります。で、はい、ワウフラッターや SN が測定できないほどのモーターのわずかな回転ムラ微振動を抑えることができる。はい、もともと1200シリーズかなりワウフラッターも、うん、まあ、あの低いあの、まあ、ターンテーブルとして、うん、お出ししていますけれども、まあ、そこ のわずかな差があまり見えなくてして、うん、でも、駆動波形の、歪みはかなり減りまして、うん、それがきちんと音にも、つながっているというところが、うん、今回の、まあ、一つの進化というところです。なるほど。レンデさんすみません、デルタシグマとかなんか PWM とかね、 PWM とか、あの普通の人で、あといきなり GR2 を買いたいっていう人は、はい、多分何言ってるかさっぱり分かんないし、ね、レコードのコアのファンじゃないと多分分かんないんですよ、はい、で回転のムラですね、はい、まずこれが普通に33.33333 回転と45回転とあって、はい、うん、それを正確に回すということが基本的にレコードプレイヤーとしては大前提に、あるべき姿ですね、あるべき姿になりますね、はい、でただこの下に ここの棒の下にモーターが入ってて、まあ、もしくはベルトドライブ方式って言ってモーターが違うところにあってゴムでベルト動力を使える、うん、いろんな方式があるんだが、うん、モーターになんか余分な振動をここに与えたくない、はい、レコードが揺れたりだとか、それがカードリッチとか針に影響を及ぼしたくない、はい、から静かにやりたいっていうのが1点、うん、でもう1点としては、回転ムラですよね、速くなったり遅くなったりすると、はい、例えば8ビートとかで言ってもこう普通だったらズッツッタッツズッツッタッツだけど、うん、めっちゃ極論ですけどズッツッタッツズッツッタッツ、うん、まあ、みたいな感じで音楽が不正確に表現してしまう。そうですね。っていうことはアーティストの原音というか、はい、それが変な風になっちゃう、うん、そうです。伝えたいものが正確にレコードで再生できないっていうところですよね、うん、さっきレンデさんがおっしゃられたように第三世代のところに、はい、コアレスダイレクトドライブモーターというのが、はい、開発をされて、はい、その時に僕マジでそれでも大幅にですね、うん、回転ムラが改善される、うんうん、今までの SL1200 のモーターと比べて、うん、僕ちょっとあんまりこれ表現良くないんですけど嘘つかれてたって思ったぐらい感動したんですよ、ね、そうなんですか、はい、普通のビートが本当に綺麗なんですよ。僕はずっと SL1200 の音を、まあ、皆さんそうだと思うけど聞いて育ってきた。だから染み付いてるんです、はいはい、その回転ムラが染み付いてるんです脳に。ああもうそれがデフォルトとして。そう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 、はい、そうだからそれが出た時相当びっくりしたんですっていうのを今思い出したんですけど、はい、今回それをさらに精度を上げたということでよろしいですか。はい、そういうことです。おお、これも僕のその試験なんですけど、第三世代のモーターからこれ以上良くなるのかなって思うぐらいなんだけど、はい、そこはある程度確信はあるという。今回の第四世代で音が変わったというところ、うん、はい、それはもう確信はある。おー、ワウフラッターや SN では、測定できないほどのモーターのわずかな回転ムラや微振動を抑えることができますと書いてあるんですけど、はい、測定できなかったら、うん、開発しようがないそう、どうやってね、はい、なのでこのワウフラッターという数値にはちょっと出てこなかったので、うん、まあ、いろいろな測定方法を我々も考えまして、うん、一応結果というものが出ています。おお、はい、ちゃんとエビデンスも、あ、まあ、そこはもうパナソニックですか。はい、エビデンスあるんだ。耳だけで聞いたわけじゃないんですね。そこがパナソニックですからね。はい、
でそちらがじゃあ恐ろしいなあ、それもあるんだ、それもあるんですね、ああるんだ、あるんだ、なるほどね。今回はですね、この一つは、まあ、2つほど調べたんですけども、うん、まずはこのプラッターの上面の振動というものを、すげえなー、はい、あの調べてみました。まずプラッターが分かんない人いるんで、はい、プラッターっていうのはこれです。この鉄のお皿のこと、俺の振動を取るためにゴムマットがあって、うん、でこの上にレコードを置きますと、うん、でもこれが全体モーターの影響で振動してしまうとレコードに伝わってしまうと、うん、でレコードが震えれば音の溝が震えてしまうから音が不正確になるということなので、プラッターの振動をいかに抑えるかというのが一つのポイントなんです、うん、そこに目をつけられた、はい、まずはそこに目をつけました、はい、なるほど、はい、これがですね、まあ、33回転で回している時のプラッターの上面の振動を、このレーザードップラー速度計という、上からレーザーを当てて返ってきたものを測るっていうことを、すげえ、はい、これであの測ったんですけれども、うん、これがですね、青が、今までの、まあ、要は GR に当たるんですけれども、うん、モーター駆動回路の周波数スペクトルにして、うん、これがオレンジになったというところで、うんうん、まあ、特にこの、10Hz 以下のこの辺りの部分ですね、 10Hz 以下、はい、はいはいはい、なるほど、が、この振動が、まあ、大きく下がったというところですね、なので、まあ、なるほど、はい、半分ぐらい下がってますね、はい、というところで、まあ、プラッタお皿の振動が、これだけ下がっている、まあ、特にここら辺はトーンアームの共振、周波数になってきますので、うん、この部分を下げることによって音像定位が上がりましたと。なるほど、はい、で音もだいぶ見通しが良くなりまして、うん、なるほど、はい、もう空間表現がだいぶ、良くなったというところが、うん、まあ、一つ今回の、まあ、エビデンスの位置ですね。なるほど、はい、皆さんこれあの数字の見方についてなんですけど、うん、100とかだとさ、うん、もうあんまり差がついてない、まあ、でもまあ優秀になってるんだけど、うん、ここら辺がめっちゃ分かりやすいじゃないですか、うん、分かりやすいですね。でレンさん、10Hz とか 1Hz とかってもうめっちゃ振動っていうことですよね。そうですね、もうあの本当にこういう分かりやすい振動、はい、10Hz だと1秒間10回の振動って言いますから、うん、はい、だからもう本当に低い、あの目で見ても分かるぐらいの振動、まあここら辺になるとそうですね、うん、そうですね、はい、ここら辺だともうめっちゃ微振動なんで、はい、もう分からない、分かりづらいんだが、もうここら辺はもうめっちゃ劇的に大きな振動っていうことになるん で、ね、そこが半分になってるっていうのは、うん、とんでもなくでかいことなんですね。はい、なんであの理系の人じゃない人とかはこれ分かんないかもしれないけど、これ気持ち悪いぐらい改善してます。なるほど、正直言って、これレンさん、これどうだろう、これ6とか7とか、そうです ね、この辺り、だから 3Hz、4Hz、5Hz の辺りなので、うん、まあ、この辺りの山が今こう大きく下がってるというところが、まあ、一つ分かりやすいポイントかなというふうには思いますっていう、はい、うん、だからもうこれこれね、これもうマニアはもうこれがたまんないですね。なるほどね、そうですね、ヤバみたいな、ヤバみたいな、うん、で知らない人はただのなんか数学の時間みたいな、うんうん、物理の時間みたいなふうだけどもうここで興奮してください皆さん、ヤバみたいな、はい、ちょこっとの振動ですね。レコードプレイヤーに与える影響ってどれぐらいあるのかっていうのは皆さんご存じない方もいるかもしれないですけど、はい、レコードのペガサスさん、あの、はい、レコードのカートリッジとか、うん、あるじゃないですか、 MM とか MC とかあるんですけど、うん、それってめちゃくちゃフォノイコライザーとか小圧トランスとかで上げたりとかするじゃないですか、うん、音を、うん、ってことはめっちゃ微振動なんですよね、うんうん、なるほど、微振動、本当に、うん、本当に細かい世界なんですよ、うん、レコードって、うん、なのでさっきのその 10Hz とか 6Hz、うん、7Hz とかそこら辺が半分になるだけで全然とんでもない改善になると、うんうん、はい、ちょこっと変えただけで劇的に違うと、もうだから人間の感覚ともう全く違うんで、そこはあの皆さんね、あのご理解いただきながら、じゃないと一生懸命頑張ってやったのに本当すごいことだねこれ、はい、お、これがエビデンス2、エビデンス2 すげえすげえ、エビデンス2来た、おもろいおもろい、はい、レコードを再生してみまして、はあ、これ の、 あの周波数スペクトルを見たというものです、まあ、あの 3kHz の制限波を実際に鳴らした、実際に鳴らしてワウフラッタには出てこなかったんですけれども、あの周波数スペクトルで見たらどれだけ変わるかっていうところを、うん、なるほど、この一番立っているのが3キロの周波数なので、これに対してですね、見てもらいますとこの裾の部分なんですけれども、うん、まあ、青の GR の、モーター駆動回路よりもオレンジの方がこの裾のが、だからこれはデシベルなので10デシベルぐらいこの裾のあたり下がっているということですね、うん、はい、
これが回転精度っていうものにも、実は向上が出てますよっていうところが、うんうん、このグラフからでもまあ分かるというところではあります。3キロのピーっていう、はい、ピーっていうかシーっていう音を出すじゃないですか、はいはい、それのブレの話をしているの。そうですね。あ、やっぱりそうだ、理想で言いますと、このもうこれが一本棒一本ボーン立ってるって、うん、まあ、アナログレコードなので、まあ、レコード の、うん、まあ、カッティングの状態にもよるんですが、それ理想にはならずに、まあ、ちょっとこ の、 ノイズと一緒にこの裾野が出てくるんですけども、うんうん、この、山がこう尖っていれば尖っているほど、うん、この回転精度のブレが、まあ、少ないという来たりと、はい、いや要は、うん、常にこう本当にわずかですよ。だから皆さんもほとんど気にならないんだけど、はい、うん、本当にわずかにずれてるんです。うん、で例えばなんかうちでも売ってますけど、はい、めっちゃ安いやつあるじゃないですか。1万円もしないやつとか、はい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 、そんなブリューンみたいな、もうぐしゃぐしゃみたいな感じなんですけど、うん、SL1200 はもう合成だったり振動対策とか含めて、もうこの綺麗な山が描けてると。なるほど。でもう GR でもう本当に十分だったんですけど、GR っていうか、コアレスダイレクトドライブモーター、第3世代でも、はい、めっちゃ良かったんですけど、うん、さらにもう今度はですね、皆さんマニアの皆さん、ここの三角、うん、ここで興奮してください、うん、これね、うんうんうん、っていうことでしょ、はい、そこ、ここの三角でこれ、これ、はい、なるほどなるほど。だからここの面積が増えれば増えるほど改善結果が出るということですよね、うんうん、はい、まあみたいなところでございます。でしっかり数字が出たと、うん、いうことですね、はい、こちらですね、先ほども洋介さんがおっしゃってましたけれども、はい、この、 トーンアームがやっぱりその微妙に、うん、刻まれたその音の溝を拾うことでデコードを再生するわけですけれども、これがですね、うんうん、この今回のデルタシグマドライブを入れると、はい、どのようにこれが改善するのかというところをちょっとお話ししました。まあ、ステレオのレコードですと、L と R という R というものが、うん、これ V の字になってるんですね、はい、溝はね、うん、でこれをその針先を拾うことで、レコードの音を拾うんですけれども、うんうん、この L と R というものは、はい、逆走で、実は記録されています。プラッターが、まあ、例えばレーザードップラーで今縦の振動が減りましたって言いますけれども、うんうんうん、この振動を受けるとですね、この Z 軸方向なんですけど、縦の方向ですね、うんうん、垂直の方向の振動というものが、含まれまして、うん、これが、逆走で R と L にも乗っかってしまうんです。この逆走で要はこの反対に出ている、L と R のこの振動が反対に出ちゃうと、うん、これが何が起きるかというと定位がブレてしまうんですね、はい、音の定位がブレてしまって、そうだね、そうだね、音像がまあ不明瞭にちょっとぼやけた感じの音になってしまうというのが、はい、これが今回改善されましたので、もう全然不明瞭なぼやけない音、ピシッと定まった音っていうものが、うん、今回 GR2 で実現できた。なるほど、そういうことですね、はい、オーディオ初心者の方とか、はい、分かりやすく解説してもらいたいんですけど、はいはい、定位って何ですか。例えばボーカルであれば、まあ、真ん中からボーカルが聞こえてくるような録音だと、もうその声が綺麗に真ん中から聞こえるとか、立ち位置まで分かるとか、まあ、そういうのですかね、音が出てくる場所とか。そうですね、そうですかね、間違いないですね、うん、だから、振動がめっちゃある、うん、これはもう逆説的な話をしますけど、うん、はい、振動がめちゃくちゃあるレコードプレイヤーとかだと、うん、ボーカルがこの真ん中で聞こえると、うん、スピーカー2個あって常にこう揺れてるんですよ実は、うんうん、それがピタッと人間と話してて、僕の口はこれだから、うん、そう揺れないですよね、はい、なんだけど揺れてるからリアルじゃない、うん、で揺れなかったらリアルなんですよ、うん、っていうのを定位っていうし、うん、それがピシッとやると定位感が優れてるみたいな ね、表現をするんですけど、うんうん、それがこのプラッタの振動が少なくなることによって、改善をしたということでよろしいですか。はい、そうです、うん、どんどん教えてください、はい、はっきり言って、はい、マジで前回は YouTube は当たりましたけど、はい、全く気にしませんので、はい、視聴率とか全く気にしませんので、はい、ちゃんと開発者の人とかの思いを 120% 伝えるということで、はい、はいはい、お願いします。なんでもう気にせず行きましょう。はい、はいはい、まあ、このデルタシグマドライブの、作り上げる波形というものを正確にこの、はい、まあ、生成するには電源にも力を入れなきゃいけないというところで、今回はこのローノイズの、まあ、英語で書いてますけどマルチステージサイレントパワーサプライ
っていうものを今回、ターンテーブルに導入したっていうところです。うん、すごいですね、電源こんなに劣化いんだ。監督いい感じですか。はい、はい、うん、はい、あ、電源ね、すごい、すごいって分かんないですけどね、見てもね、うん、はい、なんかね、大きいなと思いますよね。すごい感想だよ。オーディオショップの店長とは思えない。大きいな、うん、まあ、テクニクスはそのデジタルアンプもあのちょっとやっていますので、はい、まあ、そこであのスイッチング電源っていうものの、まあ、ローノイズ化っていうものをずっとあの、うん、やっておりまして、うん、これアンプではずっと搭載、上位機種ではしましたけれども、今回これをターンテーブルにも入れたというところです。構成としてはこの図になるんですけれども、マルチステージパワー再生、コンセントね、はい、まずコンセントあって、で今までのターンテーブルじゃなかったんですけれども、はい、ローノイズスイッチング電源っていうものを、まあ、この辺りなんですけれども、うんうんうん、まず入れます、うんうん、はい、コンセントこうですかね、はい、ああ、これ、ここがコンセントです、うんうん、なるほど、うん、でこのように入れて、ここがあの今までアンプとかの開発でずっと作っていたものを、ここに今入れたという。なるほど。ノイズ除去回路、うん、これはこれのことなんですけども、うん、カレントインジェクションアクティブノイズキャンセリングっていう、まあ、ちょっと長ったらしい英語ですけれども、これをレンデさん、これ、はい、SL1000R と同等のノイズ除去回路を搭載。うん、そうです。あの SL1000R ってめっちゃ高い100万円超えのテクニクスの一番のハイエンドモデルですか。一番のハイエンドモデルですね。それと一緒にしちゃったんですか。はい、もうそれがやはりそのデルタシグマドライブと相乗して効果があるってことなんで、これはもう入れようと、すごいよ、大盤振る舞い。どの辺になるんですか。これがですね、大体この辺りになるんですけども、これがあの SL1000R にも同じ回路が入ってまして、同じ回路なんですね。すげえ、はい、このローノイズスイッチング電源で、うん、まあ、電源を作るんですけれども、はいはいはい、ここに、まあ、まだ残っているノイズっていうものがありまして、うん、それをこのノイズ、この長い英語のインジェクションアクティブノイズキャンセリングで、うん、さらに取ってあげるっていう、すごい、これが、まあ、回路の、まあ、あの概要図ですけれども、うんうん、まあ、その DC の電圧に対してちょっとノイズがまだ含まれてますので、うんうん、それをこのノイズ検出器っていうもので、うん、ノイズがあるってことを検出しまして、はい、DC のとこからこのトランジスタを通してノイズの部分だけをもうグラウンドに落として、取ってしまうことで、DC 電圧、きれいな DC 電圧を、モーターに送り込むことができる、うん、なるほどなるほど、はい、これはフィルターとかではないですよね。まあ、あのフィルターの、まあ、一種ではあるんですけれども、フィルタリングではあるけど、まあ、この、はい、まあ、この、まあ、アクティブなところっていうところが、まあ、一つ重要でして、うん、このノイズがあるないっていうところをこのノイズ検出器のところで、すげえな、まあ、あの判断をして、うんうんうん、それをあの能動的に今ノイズがあるから落としましょうっていうところをやってるのが、テクニクスすげえわ、やっぱすごいですね、テクニクスすげえすごうーん、はー、でこれでノイズで、でそれがモータードライバーに行って、はい、コアレスダイレクトドライブモーターですね、はい、まあ、すなわち、最終的にはこちらに、落とし込まれると、はい、いうことでございます、はい、はい、で、あのデルタシグマドライブとこのローノイズ電源で、まあ、極限にまでに正確な、電圧を送って正確な回転ができるというところが、うん、まあ、今回第4世代ターンテーブルの、まあ、大きな特徴となります。なんかもうテクニクスってていうかパナソニックって違うね、やっぱ前もさ、うん、なんとか70ってやったやつあったじゃん、な 70GX、 はい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 、 GX70 はいはいはい、 GX70 時とかもさ、あの HDMI とか LAN とかの電源の、うん、ああはいはいはい、あれとか革新的だもんね。あとあの、うん、フォノイコライザーのさ、うん、波形の監視してやるやつとか、うんうんうん、恐ろしい技術が、なんだろうな、数値の改善だけじゃなくて革新的な技術を持って変えようみたいなことなので、そう、はい、根本的に違うんですよね。根本的に違う、うん、そんなんだって予算とか人的リソースと、うん、あとはもう情熱と、うん、あと能力とないとできんもん。そうですね、多分1個でもかけたらできないですよね。マジですごいです本当に、うん、紙芝居ももうそろそろ折り返ししてるんですか。そろそろ折り返しです。あ、また折り返し。中身はだいぶ変わってるんですけども、うん、まあ、あの外見は実は GR と実は今回は、まあ、ほとんど変えていなくてでして、うん、まあ、それをちょっとおさらい
としておさらいとして、はい、ご紹介したいなと思います。あ、お願いいたします。はい、おさらいですね、はいはい。シングルローター型コアレスダイレクトライブモーターというものを、まあ、先ほどもチラチラ映ってますけれども、こちらを GR と同様に採用しております。まあ、第3世代のターンテーブルからこのコアレスっていうものを、まあ、一つのコンセプトにしてまして、ホギングというものがこのコアがあると、昔の1200ですとコアがついてまして、さっきの言った回転ムラね、はい、速くなったり遅くなったりとか、うん、それが、まあ、このホギングという現象でも起こりますというところを、うん、このコアをなくすということで、まあ、原理的にもうホギングが起きませんという、うん、モーターを、今回採用しているというところです。ホギングがない中でもトルク、まあ、1200DJ でも使われますから、うん、トルク大事です、うん、でこのトルク性能もきちんと出したっていうものが今回のこのシングルローター型のダイレクトドライブモーターです。さすがです。はい、で、まあ、これ自身が、まあ、安定して回転するとともに、まあ、立ち上がり時間 0.7 秒というところ、うん、これは従来の1200と、うん、まあ、変わらないところなんですけども、うん、これを実現したというところです、うん、はい。で、まあ、あとこのローターのヨークの形状にもちょっとこれはプラッターのお皿の裏についてるんですけれども、うん、この形状も改善を入れまして、ほう、上面からこれ中に磁石が入ってますんで、うん、何も気にしないと上から磁束が漏れまして、カートリッジに影響を受けますね。影響を受けるんで、うん、これをやばいですね。これをこのヨークの、うん、ガードしてるんだ。ガードしてるっていう、すごい、はい、いやー、素晴らしいですね。開けてみると、あ、どうですか、開けても分かんないですね。はい、この下なんですね、うん、はい、この下にいるんです、ね、うん、なるほど、うん、はい、っていう感じですね。はい、もうだからすでにこの第3世代のコアレスダイレクトドライブモーター、うん、僕大好きなんだけど、これでもすごいのに、すごいのに、はい、もうこれは第3世代のやつではついてない。あ、ついてます。これ第3世代からこれは対応してます。はい。あ、じゃあ、まあ、これの実力はもう間違いないんで、うん、はい、はい、うん、いう感じでございますね。はい、続きまして、続いて、はい、これも、GR とは同じなんですけれども、第3世代と一緒。はい、うん、あ、これね、はい、はい、これね、フラッター、はい、これをですね、これ自身の、まあ、振動を、うん、止めるために、二層構造のプラッターというものを、うん、導入しています。はい、何かと言いますと、うん、まあ、まずこの上面表に見えている部分はですね、これはアルミダイカストでして、うん、これがまず、まあ、剛性が高いというところに対して、この裏面に、実はゴムをペッと貼ってまして、うん、これデッドニングラバーと呼んでるんですけども、これを、合わせて二層構造。ちょっと喋っといてください。はい、いけにえくん持ってる。いけにえくん。で、はい、このアルミニウムのプラッターにもこのリブ、はい、この線が見えますけれども、うんうんうん、これを設けてさらに剛性を上げていまして、デッドニングラバーとの、まあ、凸凹になってますので面積も増えますので、うんうんうん、さらに密着させて、振動減衰特性というものを高めているというところです。うん、なるほど、はい、これもGR からは変わらないというところですね。GR と一緒ってことですね。一緒の、取れます。お、持ってきました。あ、で、これ取れますか。取れるんでしたっけ。これ取れる。あ、はい、取れます。頑張れ。おお、取れた。レンデさんがおっしゃられたのはここの、うん、あ、そうですね、ここの、うん、はい、蓋のところ、はい、ところもそうなんですけど、これゴムですね、うん、で、これでやると、うんうんうん、こんな感じの音がするじゃないですか、うんうん、で、これがカン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 いったり、うん、変な振動したりすると、うん、さっきの ロジックで困るわけですね、うん、はい、じゃあこれを、うん、はい、はい、一瞬だけ、あ、一瞬だけ見せます。その辺の通行人、通行人です。通行人プラッター、はい、はい、いきますよ、はい、いきますよ、はい、鳴らしますよ。金の値段、行く年来る年、行く年来る年みたいな、うん、これ誰、全然違う、泣かない、こっち。どうですか皆さん、これ、うんうん、いいに決まってるよね、うん、っていうここ、ことです、うん、はい、カーンってなっても、うん、そんなに決定的にあれではないけど、うん、はい、ここら辺まで来ると、うん、そのわずかな違いっていうのが音に全く違う、全く違う。でも皆さん分かりましたよね、うん、音聞いたら分かるもん、うん、っていう感じです。はい、うん、はい、で、シャーシね、最後ですけどシャーシです、うん、これも GR と一緒です。も GR と同じです、うん、で、
上面見えてますのはこれがアルミダイカストの、シャーシで、うんうん、でこの下、うんうん、ここなんですけど全然違う、はい、これが BMC っていうバルクモールディングコンパウンドってやつなんですけども、はい、これを組み合わせた2層構造のシャーシにしてます、はい、シンプルな構造ではあるんですけれども、うん、剛性とあとまあ精神性にかなり配慮をしていますと、うん、いうところです。レンデさん、はい、なんかもうまとめると結局振動と回転でしょ。はい、そこです、うん、その2点をさらに突き詰めたってことですか。突き詰めた、うんうんうん、でそれで、うん、あのさっきも言ったようにそうやってグラフ、うん、あの見せていただいて、はい、それは分かるんだけど、うん、それがもう本当にその計測器でも出ないみたいな、うん、あのことで、まあ、そうやって違う指標で持ってこられたんだけど、うん、それが本当に音にどこまで影響するのかっていうのは、まあ、そこは正直にちょっとやるっていうことで、要は聞いてなんぼっていうとこですね。聞いてなんぼっていうことなんで、うん、まあ、ちょっとねペガサスにもちょっと、はい、そこはもうパワー全開でですね、はい、あの集中力高めていきます、はい、ね、GR と、ね、GR2 で聞ければね、うん、そこはもう一目瞭然かなと思うんですけどね。そうですね、うん、もう本当にあのもうなんか重箱の隅をつくような改善とかで、うんうん、それでなんかいくらって言われても、うん、まあ、別に GR でいいやっていうふうにもなっちゃうかもしれないし、さん、すみません、値段とかって。あ、そうだ、値段、はい、GR がですね、これ20万円、うん、20万円です、ね、20万円、はい、で税込み20万円で、はい、うんうん、今回 GR2 は税込みで25万円5万円の差、ちょっと5万円上げてますけれども、まあ、それだけ音の違いがもう明確にあるというところを自信を持って。いやでも20万か25万って結構変わりますよね。だって G もちょっと見えてくるじゃん、ね、G の影も見えてくるじゃん。 G の影もありますし、そうだから僕は今回あの申し上げたいのは、うん、もうもちろんパナソニックの方はもうあの言うまでもないと思うんですけど、やっぱりその G と比べても喧嘩できるぐらいの実力があるかどうかっていうのが、うん、GR2 のヒットの影だと、もう間違いないと思いますね。この人は 1500C もいますからね、ヨシケハニにですね。そうです、まあ、いや1500はもうちょっとこれはもう多分次元違うと思います、うん、なるほど、はい、だからなるほど、その GR と、うん、っていうよりも G かなみたいな、うん、とこもあるかな、うん、はい、っていう感じなんですけど、まあ、それでだからもう GR と比べてそんな変わってなかったら、はい、まあ、ね、GR は倒すことはできないし、ない、まあ、みたいなところが見どころになるのかなというふうには思っております。わかりました、はい、ということでお待たせしました。セッティング完了しましたので、これのシステムのご紹介からさせていただきます。ちょっとね、半分私がご紹介しようかなと思うんですけれども、こちら SL1200GR ということで、こちらがね Q のモデルになります。大木さん、ソース管理人が今ね、映してくれてるんですけど、 GR ですね、はい、GR、 間違いないですね、はい、はい、GR、はい、で、うん、隣にあるのが新作の SL1200GR2 ということで、これ、要するにパッと見、ほとんど一緒、あのね、塗装がね、違いますね、はい、まあ、この辺とか違いますね、うん、あのロゴのね、塗装が、はい、塗装が違います、ここのね、あと、電源のね、これ違いますね、違うと、ここあのアンチスケーティングのところも一緒になってますね。アンチスケーティングの、本当だ、でもそれぐらいかな、こっちの方がスタイリッシュだね。うん、スタイリッシュ、アンプ出た、はい、テクニクスめちゃいいやつ、はい、SUG700M2 ということで、これもねかなりご販売の方させていただいてます。かっこいいよね、うん、でイルミネーション素敵ですよね。うん、間違いない。ブリューメーターなんて今ほとんどついてないんでね、うん、いいですよね。いやいい感じですね。そしてスピーカーはね、レンデさんにご紹介していただこうかな。はい、はい、こちらは SBG90M2 という、うん、まあ、スピーカーでして、まあ、この SUG900M2 と、まあ、コンビで、使っていただこうと、まあ、一つ想定としているスピーカーですね。かっこいい、はい、まあ、もちろん他のアンプにももちろん全然使えるスピーカーですね、はい、スピーカーもめっちゃ良くなりましたからね。すごいって言われました。最初はダメって言うと全くないからさらに良くなったと。めっちゃ良くなってますからね、はい、ね、アナログからデジタルからスピーカーまで、ね、一通り全て揃ってると、すごい。ということでね、こちらで GR9 のタイプと GR2 ということで比較して
見たいと思います。まずね、最初にジェニファー・ウォンのボーカルを聴いていただいて、でその後にね、うちでもね、絶賛流させてもらってるモーティブのデッドバンディ、はい、デッドバンディおかけしたいなというふうに思ってます。カートリッジなんですか？あ、カートリッジは何ですか？確かカートリッジはこれはオルトフォン、オルトフォンの 2M ブラックを今回ご用意しております。あ、2M だ。革新的に良くなりましたよね。なんか第三世代で十分な気が、うん、音楽がやっぱりナチュラルだね。ナチュラル、うん、うん、まあ、でもね、第四世代っていうぐらいですからね、陽介がね。いやあとボリュームね、さっきと一緒にします。さっきと一緒ですね。一緒です、はい、25でしたので、we'll be right back.
すぎない。27でしたので、27で。よろしいでしょうか。はい。え？という、え？はい。とりあえずですね、ちょっとペガサスどっか行っちゃいましたけど、今からですね、GR と GR2 の、感想を、申し上げたいと思いますが、ペガサストイレ行ったのかな。はい。ということで、はい。あ、帰ってきた。お待たせしました。帰ってきた。お！やったー！すごい、こんなに発信されたの初めてです。結構久しぶりじゃないペガサス。久しぶりです。すごい久しぶりだし、はい、まさかね、まだこれ何にも言ってないのにこれだけで拍手もらえるって、はい、まあまあそれはありがとうございます。はい、はい、ということで よろしいでしょうか、はい、お願いします。はい、第2いきますよ。ペガサス田中が送る田中ズ。はいはい、ということで、はい、生えましたね。生えましたね。あ、言っとくけど案件じゃないです。案件じゃない。何のお金も動いてないです。はい。はい。あの、はい。よろしいでしょうか。はい。案件ではありませんので。はい。はい、これはマジです。マジです。はい。最初ね、GR 聞いていただいて。はい。まあ、GR でもね、非常に良くて。全然いいです、ね。うん。洋介管理人とね、何回も、もう GR で十分じゃんみたいな。うん、第三世代超すげえじゃんみたいな、うん。そういう話させてもらってたんですけれども。はい。まあ、普通に良かったです。で、その後ね、GR2 を聞いて。うん。今まで陽介管理人と多分 4年間で多分700本ぐらい2人で、うん、はい、多分撮ってきたんですけど、はい、俺と初めてかもしれないです。あの聞いてる時に陽介管理人と一緒に顔を見合わせたの初めてかもしれない、うん、なるほど。ちょっとね、あったかもしれないです。過去には過去にあったかもしれないけど、うん、ちょっと覚えてないですね。うん、本当初めてかもしれないぐらい顔を見合わせました。うん、これ土方先生とかだとね、よくね、あの顔合わせるんですけど、あのまあ、リアクションいいですからね。リアクションいいんで、陽介管理人と初めてかもしれない。うん、まあ、何が言いたいかと、それくらい全然違いました。うん、でなるほどね。まず、どっから行きますか。どっから説明しますか。最初にモーティブをこっちでかけたんですけど、はい、モーティブのレッドバンディの音、はい、例えるならもう全然違いましたね。何が違うと、もう物が違うぐらい。もう明らかに明瞭に聞こえて、クリアに聞こえて、うん、定位感であるとか空間表現って言ってたんですけど、もちろんそれもすごいんですけども、うん、まるで別物だなと思わせるぐらい素晴らしい SN とクリアな感じ。カードレッジが変わったような気がする。そう、カードレッジが変わったぐらい変わりました。もともとでいいカードレッジじゃないですか。10万円ぐらいする、うん、MM のオルトホンのブラック、うん、はい、それが本当 4,50 万とかのMC に変えたぐらいの明瞭さと繊細さが出てきて、うん、全く同じカートリッジって思わせない、うん、というかもう本当にもうシステムが違うんじゃないかぐらいの、うん、要はレコードプレイヤーのシステムですね。 MC で もっとねこう上の機種なのかなと、はい、要は G とか 1000R、うん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 、そうね、っていう感じの説得力がありましたね。でその後ねジェニファー・ホーンズ聞い
たんですけど、はい、多分ドラムから入るのかな、なんかすごいドラムから入ってるんですけど、そのアタック感であるとか明瞭感、うん、こいつに関して定期の量感なんかもね、圧倒的に違いが分かって、ここまで違うのかと。で、店長目線から言ったら5万円の差じゃないですか、旧モデルと、はい、この5万円っていう概念も確実に吹き飛んで、うん、あの洋介管理人が言ってたポイントの G とどう違うのか、見、うん、ができるかっていうところは、ね、G とは直接比較今回はしてないんですけど、結構いけんじゃないかなと。まあ2倍ぐらい違いますね。2倍ぐらい違うので価格がね、それぐらいの音の違いがあったんで、まあ、この羽で、なんていうのかな、その、うん、こう例えるときに、はい、結構変わりましたねって言うんですけど、なんか物が違いますねみたいなところまで行ったことって多分なくて、っていうかもう洋介管理人と顔を見合わせたこともないし、うん、もうそれぐらい、うん、全然違いましたね。なんか久しぶりにこう機械を続きを喋ってもらえばいいです、純粋に。はい、はい、うん、機械をね、変えるときってすごいワクワクするじゃないですか、オーディオ機器、アンプにしろ、レコードプレイヤーにしろ、そういうワクワク感を覚えさせてくれるぐらい、多分 GR をお持ちの方であれば GR にしていただいて、そのワクワク感を得られますし、これからね、その、まあ、1500C でもいいですし、もうちょっとね、こう価格の低いエントリークラスをお使いの方、それこそ 4,5 万ぐらいのものをもうちょっとアップグレードしたいっていう方にはめちゃくちゃいいんじゃないかなと、うん、全で MM でこの音ですからね、 MC で、うん、まあ、それこそね、まあ、10万でもいいんですけど、はい、20万、30万のクラスをつけていただいてもすごく楽しめるし、そのカートリッジの予算も多分引き出してくれるぐらいのポテンシャルが、うん、まあ、GR2 には間違いなくありますね。なんかね、嬉しくなっちゃった今回、うん、うん、嬉しくなったって初めてかもしれないうんっていうぐらい私はね、すごいなと思いました。なるほど、ああ以上です。洋介管理人いかがでした？なんか聞く前に顔を見合わせるとか、うん、あんまりしないようにしてて、うん、結局ペガサスと俺が同調する意見になると面白くないので、うん、基本的にあんまそういうことしないんですけど、うん、もうこれはもう一瞬で勝負あったなっていう感じがしたので、うん、そういう風になっちゃったんですよね。で、まあポイントとしては 1200GR を持ってる人が GR2 に買い替える価値があるのかどうか、うん、っていうことですね、うん、で今 GR 下取り出すと、まあ、どうなんだろう、まあ、10万ちょいぐらいで買うかな、うちだったら。そうなんですかね、うん、まあ、まあ詳しくはお問い合わせいただきたいんだが、うんうん、でまあ、それで追い金で買う価値があるのかどうかってそれずっと聞いてて思ったんですけど、うん、完全にアップグレードどころの騒ぎじゃない、うん、いやそう思いました。だから世代が第3世代から第4世代になったじゃないですか、うん、全然違いますよね、うんうん、で、うん、っていうのが1点、はい、だから安心してもう買い替えてもらって構わないと思います、うん、これはだから気になる人はまあぜひ視聴してから、うん、買っていただきたいですけど、我々としては我々っていうかもう今ね聞いたからもう自信ありますよね。いやこれは、ね、まあ、じゃなかったら羽は生やさないし、ね、生やさないですし、うん、これ YouTube で絶対分かってもらえたと思いまして、もう全然違うんで音が、うん、うん、もう自信を持ってね、はい、おすすめできますね、うん、うん、デッドバンディの、はい、持ってるね、はい、はい、これなんですけど、これ聞いたときに最初はなんかローズピアノっぽいやつが入ってくるんですけど、うんうん、あれ僕友達なんでどういう感じでやってるかって分かるんですけど、多分本物のローズじゃなくて、うん、サンプリングの音源なんですよね、うん、なんだけど、だからなんかいつも一緒のように聞こえるんだけど、うん、それの 和音の1音1音が結構聞こえるって、うん、結構すごくて、うん、はい、なんかまあ要はそのオーディオを再生する一つのリスニングの僕の中の基準でこう団子になってるが、しっかりセパレート できるかどうかとか、こうなんかリバーブかかってうやむやになっている楽器が一つにまとまりすぎちゃってるやつがちゃんとディティールまでそれが表現できるかどうかみたいなところっていうのを結構聞いたりするんですけど、もうねそこのまあ、いわゆる分解能というか解像度っていうか
分離感ですよね。そっからあの、うん、確かにペガサスが言うように、うん、これ違うターンテーブルとして認識してもらっても、うん、構わないっていうぐらいですね。はい、でレンデさんがおっしゃったように、うん、その、まあ、電源のところだったりだとか、うん、まあ、いろいろ変わった点があったじゃないですか、はい、まあ、微振動のところだったりとか、まあ、そこがもうコアに変わったわけであって、もう本当コアアップデートですよね、まさに。いや本当ですね、うん、革新的なアップデートですね。そうですね、だから外見が全然変わってないっていうところが、うん、テクニクスの、まあ、でもいいところでもある、ね、いいところでもあると思うんですよね。その見た目はほとんど一緒です。そうですね、はい、なんでちょっと置いてかれるっていう感じもないじゃないですか、うん、ずっと長く大事に使って、うん、うんうん、だから僕はそんなに変わってないっていうのは素晴らしいなって逆に思うんですけど、中身は全然違います。うん、音楽的にも全く別物です、ね、感動できます。で気になるのは 1200G との違い。おそこのいかがでした。いやこれはね、うん、僕はごめんけど、うんうん、G のが多分、うん、いいのか、まあそれぐらいプラッター、うん、重いやつ、重いんですよね G の方が多分圧倒的に。そうそこのあれはやっぱりいいなって思う反面、うんうん、自由度っていうか音の自由な感じっていうか、うん、抜けっていうか、そういう小気味いい感じとかっていうのは結構そこは勝負できるのかな、なるほど、みたいなのはめっちゃ思いましたね。倍ぐらい違いますからね。はい、でも、うん、G でも、うん、今回の技術を G に入れたら、あ、なるほど、結構すごいことになるかもしれないです。そっか、 G バック2みたいなのがね出るかもしれないですしね。で、そこはねやっぱね、うん、テクニクスで、うん、なんていうかな、うん、プライスバランスだったりだとか、うん、そこら辺も気にするから、うん、多分絶対試してると思うんですよ、 GR2 と G と、 G ととかもね、うんうん、だからその全体のバランスはめていくんで、そう考えると多分 G 持ってる人は GR2 に買い替えるとか、うん、そういうことはまあひょっとしたらしなくてもいいような気もする、うん、まあちょっと分かんないです、もう比較視聴しないと分かんないですけど、うん、っていう感じはあったんだが、ただ、うん、肉薄するっていうか、うん、あるベクトルはひょっとしたら G よりもいい部分が、うん、それやっぱ第4世代ですよね、だからってことですかね、っていうことです。あーすげえ第4世代、はい、はい、っていうぐらい、うん、めちゃくちゃ圧倒的に劇的な進化を遂げたなという感じはしました、うんうん、ありがとうございます、はい、ということで、まあ結果超おすすめですよね、うん、あとライバル機とかで言ってもどうなんだろう、25万ぐらい、ことないですよ、スケ管理。あのね、25万のレンジって結構空いてるんですよね。え、うん、で、なんかアンプとかもさ、うん、GX70 とか、うん、もう結構空いてるとかスポ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 入れてくるじゃない。なんかもう今何でも高くなっちゃって、そのレンジ感超空いてるような感じがしますよね。しますよね、うん、で30万円までいくとちょっといろいろ出てくる、うん、そうそう出てくる、はい、だから、うん、そこら辺もなんか上手だし、うん、いやで、あとは、皆さんね、これだけはご認識いただきたいっていうのは、うん、本当にマイナーチェンジじゃなくて結構革新的な技術を作って、うん、この音質改善してる、うん、はい、うん、なんかマーク2だけ聞くと M2 とかマーク2だけ聞くとなんかちょっとのマイナーチェンジに聞こえるんですけど、これなんかもう全然別物ですよね。 1200GR とかっていう感じじゃなくても 1200X とか Z とかそんな感じかなっていうぐらいの違いを感じました、うん、ですね。いやここまでねできるよね、もうパナソニック恐ろしいわ、やっぱすごい会社、って思った普通に、うん、っていう感じでしたが、はい、レンデさん、改めて、うん、どうでしょうね、 GR と GR2 聞いてみられていかがでしたでしょう。そうですね、やっぱり見た目は全然変わらないのに、変わらない、もうこんだけ音が違うっていうのは、うん、正直設計してる私たちも驚きでして、うん、はい、この計算、まあ、デルタシグマ変調という計算の仕方を入れて、うん、まあ、もちろん電源もアップデートして、でそれで物量を変えずに、うん、もうこれだけの音の変化を生み出せるっていうのは、うん、これは一つ私たちもなんか技をゲットしたなというところで、うん、第4世代として、まあ、これからのターンテーブル開発も、さらに頑張っていきたいなというところも、まあ、また改めて今回確認できたかなというところがありますね、うん、ちょっと発明に近いところありますよね。そうですね、うん、ね、
という感じでございますので、皆さんですね、ぜひ全国の、オーディオ、テクニクス取扱店、はい、まあ、近い人はできれば、お便りに来てもらう、ね、来てほしいですね、はい、いう感じですけど、うん、ぜひ素晴らしいタンテムなど聞いてみていただければと思います、うん、はい、ということで、今日は、パナソニック株式会社の、テクニクス、事業推進部、はい、テクニクスブランド事業推進室っていう難しい、はい、長いんですけどの、はい、レンデさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。